皆さん、こんにちは。日本ゴルフ界における伝説的な存在、ジャンボ尾崎さんの輝かしいキャリアを振り返る時が来ました。1996年、49歳という年齢で、彼はただのプロゴルファーではなく、一時代を築いた偉大なアイコンであることを世界に示しました。この動画では、彼の驚異的な達成とスポーツに対する彼の献身的な姿勢に焦点を当てます。ゴルフの舞台で繰り広げられた彼のドラマと、その背後に隠された緻密な計画と努力の物語をお届けします。ジャンボ尾崎の名は、ゴルフを愛する全ての人々にとって敬意と尊敬の対象です。彼の物語は、単なるスポーツの記録を超え、情熱、持続性、そして不屈の精神の象徴として語り継がれています。今回の動画では、彼がどのようにしてゴルフの世界にその名を刻んだのか、その輝かしい瞬間から苦難を乗り越えた時期まで深く掘り下げていきます。皆様、ジャンボ尾崎さんの驚くべき旅路に私たちと一緒にご同行いただければ幸いです。ジャンボ尾崎、本名尾崎正史さんは、1947年生まれの日本が誇るゴルフの巨星です。彼の愛称ジャンボは、その大柄な体格と圧倒的な飛距離から来ています。プロゴルファーとしてのキャリアは1970年代から始まり、日本はもちろん世界のゴルフシーンにおいてもその名を轟かせました。ジャンボ尾崎さんが特に注目を浴びたのは1996年です。当時49歳という年齢で、彼はゴルフ界における新たな金字塔を打ち立てたのです。この年、彼は日本プロゴルフ界において圧倒的な成績を収め、賞金王に輝きました。その成績は単に数字上のものではなく、ゴルフにおける技術、精神力、そして経験が融合した結果であると言えます。彼の成績はただの数字以上のものを示しています。例えば、この年の賞金ランキングで2位と3位を合わせた額でさえ、ジャンボの獲得賞金額には及ばなかったという驚異的な事実があります。この事実は彼の圧倒的な実力を如実に表しており、当時のゴルフ界における彼の位置づけを物語っています。しかし、ジャンボ尾崎の魅力は単に成績だけにあるわけではありません。彼はゴルフというスポーツに対する深い理解と愛情を持ち、それを常にギャラリーに伝えてきました。彼のプレーはただの競技以上のものであり、芸術的な要素さえ感じさせるものでした。ジャンボのプレーを見ることは、ゴルフの奥深さを理解することに他なりません。また彼のキャリアは波乱に富んでいました。1980年代には賞金王に輝くなどの成功を収めた一方で、30代ではスランプに苦しみ、 OB やイップスといったゴルファーにとって厳しい問題に直面しました。しかし、40代に入るとこれらの問題を克服し、1988年から1998年の11年間で9度の賞金王に輝くなど、再び頂点に立つ強さを見せました。特に注目すべきは、彼が通算100勝という偉業を達成したことです。これは日本のみならず世界のゴルフ界においても稀有な記録であり、彼の卓越した技術と精神力、そして持続的な努力の証です。ジャンボ尾崎さんの功績は数字や記録だけで語れるものではありません。彼はゴルフ界における一つの時代を築き、後の世代に多大な影響を与えた人物です。彼の名は日本ゴルフ界のみならず、世界中のゴルフファンの心に永遠に刻まれているでしょう。次にご紹介するのは、ジャンボ尾崎さんが1996年に達成した、文字通り圧倒的な成績についてです。この年、彼はゴルフ界においてまさに伝説的な存在となりました。1996年、ジャンボ尾崎は49歳という年齢で、日本のプロゴルフ界において空前絶後の成果を上げました。この年、彼はただ強いだけではなく、他の追随を許さない圧倒的な成績で賞金王に輝いたのです。彼の獲得した賞金額は、ランキング2位の金子義則と3位のブライアン・ワッツの賞金額を合わせても及ばないという
驚くべきレベルでした。これはジャンボ尾崎がどれだけその年のゴルフ界を支配していたかを示す明確な証拠です。ジャンボ尾崎さんのこの年の成績はゴルフの世界における彼の技術、戦略、そして精神力の三位一体の結晶と言えるでしょう。彼は試合において常に冷静さを保ち、緻密な戦略を実行しました。彼のプレーは単にボールを打つこと以上のものであり、正確な計算と深い洞察に基づいていました。さらに注目すべきは、ジャンボ尾崎さんがこの年わずか17試合の出場でこれらの成績を達成したことです。これは彼が各試合において非常に高いレベルのパフォーマンスを維持していたことを示しています。ゴルフというスポーツにおいて一貫して高いパフォーマンスを発揮することは容易なことではありません。それをジャンボ尾崎さんは49歳という年齢で実現したのです。この年のジャンボ尾崎さんのプレースタイルは彼の長年の経験と熟練の技術が見事に融合したものでした。彼は長いキャリアを通じて磨かれた洗練されたスキルをフルに活用し、対戦相手を圧倒しました。彼のプレーは若い選手たちにとっても学びの多いものであり、彼らにとっての目標となりました。ジャンボ尾崎の1996年の成績は彼がどれほどゴルフというスポーツを極めていたかを示しています。彼の成功はただの偶然や運ではなく、長年にわたる努力と献身の結果です。彼はプロゴルファーとしてのキャリアの中で数々の困難を乗り越え、ついにはゴルフの頂点に立ちました。皆様、ジャンボ尾崎の1996年の成績は単なる記録を超えた意味を持ちます。それは彼の不屈の精神と常に最高を目指す姿勢の象徴です。彼のこの年の偉業は私たち全員にとって目標に向かって努力し続けることの大切さを教えてくれる価値ある教訓です。ジャンボ尾崎さんの成功の背後には彼の厳格なトレーニングとプロとしての高い意識があります。また彼のキャリアには数々の印象深い試合とエピソードがあります。これらの要素が組み合わさり、彼をゴルフ界の伝説にしたのです。ジャンボ尾崎は自らを徹底的に鍛え上げることで知られていました。特に1996年に通算100勝の偉業を成し遂げた際の彼のトレーニングは例外ではありませんでした。彼はプロ野球選手の春季キャンプに匹敵する厳しいトレーニングを行い、自身の体力と技術を極限まで高めていました。このトレーニングにはランニング、ラッシュ、筋力トレーニングなどが含まれており、1日8時間に及ぶ厳しいメニューが組まれていました。彼のプロとしての意識もまた彼の成功に大きく寄与しています。ジャンボはゴルフというスポーツを深く理解しており、プロゴルファーとしての責任を常に意識していました。彼はゴルフ場を自分のステージと捉え、そこで最高のパフォーマンスを披露することを常に心がけていました。彼のこの姿勢は多くのファンを魅了し、ゴルフ界における彼の地位を不動のものにしました。ジャンボ尾崎のキャリアには忘れがたい試合やエピソードが数多くあります。例えば1996年の日本プロゴルフ選手権での彼の勝利は特に記憶に残るものです。この大会で彼は若手プロたちの挑戦を真正面から受け止め、圧倒的なパフォーマンスで優勝しました。彼のこの勝利は49歳4ヶ月での最年長優勝記録を更新するものであり、彼の絶え間ない努力と才能の証でした。また彼のトレーニングや試合におけるエピソードは彼の人間性や哲学を反映しています。例えば彼は試合前の練習において最後までアプローチの練習を繰り返し行い、試合での最高のパフォーマンスを目指しました。彼は自分の技術に常に磨きをかけ、新しい挑戦に立ち向かうことを恐れませんでした。皆様、ジャンボ尾崎さんのトレーニングとプロ意識、そして彼のキャリアの中での特筆すべき試合とエピソードは、彼がただのプロゴルファーではなくゴルフ界の真のレジェンドであることを示しています。彼のストーリーは私たちにゴルフの本質と
人生における情熱と努力の重要性を教えてくれます。ジャンボ尾崎さんの偉大なるキャリアにおけるもう一つの重要な側面は、彼が若手選手に与えた影響と彼自身のゴルフに対する深い哲学です。これらの要素はジャンボ尾崎がゴルフ界に残した永続的な遺産の一部と言えるでしょう。ジャンボ尾崎は常に若手プロゴルファーたちに対して強い影響力を持っていました。彼の経験、技術、そしてゴルフに対する姿勢は多くの若手選手たちにとって学びとなり、彼らのキャリアを形成する上で重要な役割を果たしました。彼は若手選手たちに対しても厳しく、彼らが自身の限界を超えて成長することを期待していました。ジャンボ尾崎と競い合った若手選手たちは、彼から多くを学び、自身のスキルを高める機会を得ました。特に1996年の日本プロゴルフ選手権では、ジャンボ尾崎さんは若手選手たちとの競争を通じて、彼らに大きな影響を与えました。この大会での彼のパフォーマンスは、彼が単なる選手ではなく、若手選手たちにとっての指導者であり、模範であることを示しています。彼の勝利は、若手選手たちにとっての挑戦であり、彼らが目指すべき高い目標を設定しました。また、ジャンボ尾崎さんのゴルフに対する哲学は、彼のキャリア全体を通じて一貫していました。彼は、ゴルフは単なるスポーツではなく、人生を映し出すものだと考えていました。彼は常に自己改善を追求し、自分自身との戦いの中で常に新たな目標を設定しました。ジャンボ尾崎さんはゴルフを通じて自己実現と自己超越を図ることができると信じていました。彼のこの哲学は彼のプレースタイルにも反映されています。彼は常に精度と戦略を重視し、ゴルフ場での一打一打に意味を持たせていました。ジャンボ尾崎さんにとってゴルフは単にボールを穴に入れるゲームではなく、自己と対話し自己を表現するための手段でした。皆様、ジャンボ尾崎さんが若手選手に与えた影響と彼のゴルフに対する哲学は、彼がゴルフ界に残した遺産の中でも特に重要な部分です。彼は自身のキャリアを通じてゴルフの本質を追求し、その過程で多くの選手に影響を与えました。ジャンボ尾崎さんの物語は、私たち全員にとってゴルフの真の価値と人生における情熱と努力の重要性を示しています。彼の足跡はこれからも多くのゴルファーに影響を与え続けるでしょう。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。